なんて、それは冗談です。マジで来るの？ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。なんかさ、ずっとみんななんかすげえ楽しそうな話なんやけど、何事何事？あいなよ、アトラスから始まりの紋章を手に入れたようだな。あ、それを何？ここに、あ、ここやん、貼り付けるところね。作業代理修理すれば王家の紋章が復活しよう。その紋章こそ平和の証となるはずだ。さあ、あいなよ、まずは始まりの紋章を修理し、王家の紋章を作ってくれ。ふんふん。新たなレシピをひらめいた。王家の紋章、ムンブルク王家の紋章。さあ、これを作ってこいと。ほら、なんかみんなさ、めっちゃ楽しそうなんよね。平和になった件ってさ、一気に平和ボケしすぎじゃない？はい。うわ、すげえ、なんか。何事って感じなんやけど。さあ、これで出来上がったよ。これを飾り付ければよろしいわけですね、王家の紋章。踊ってる場合じゃないよ。おお、王家の紋章を作ってくれたのだな。礼を申すアイナ。そなたのだけは話したように、おそらくこの世界は普通の世界ではない。今すぐにでも滅びてしまうかもしれぬ。しかしな、そなたの顔を見ておると、わしはつい考えてしまうのだ。ひょっとするとそなたは、この世界を滅びの運命から救うべく、天が使わしたビルダーなのかもしれぬとな。でもさ、この世界が作られた世界として、え？王様は、この世界で作られた人間ではないってことよね。だってその元の世界の記憶が断片的にでもあるってことは。え、でも他の人たちにないんよね。どういうことなんやろ。さあ、アイナ、手にした大きな紋章を城の中心、ロトのかがり火に掲げてくれ。ここだね。はっ。おー、いいね。急に巨大化したわ。さっきまで片手で持てるサイズやったはずやのに。え、てかさ、え？めっちゃ人おるやん。え、どこから湧いてきた？なんか子供たちとかおるんやけど。え、みんな、え、どこに隠れとったん？みんな。な、え？え、どういうこと？どこから湧いて出た人たちですか？あれは。え、どこかに農村か何かでもあった？ムーンブルクに平和が戻った。王様の命令、完全制覇、コンプリート。あれは？花火は花火、打ち上げないの？打ち上げ放題とかちゃんと作ったんやけど。宴は宴。おお、なんというすがすがしただろう。これが戦いのない平和な世界。ありがとう、アユナ。君には感謝してもしきれない。この勝利は君がもたらしたものだ。ララララ、僕は初めから分かっていたさ。アユナがアトラスを倒すって絶対思ってなかったやろ。ぶっと君は、まったく、なんてお調子者なんだ。アイナがもたらした勝利に、人々は胸を熱くし、喜びをかみしめた。そしてムーンブルクの勝利を祝うべく、盛大な宴が開かれた。ぶっとはもうなんかすっかりね、そういう役割というか、変なやつって感じよね。アイナ、我らに勝利を祝う花火大会の準備ができたぞ。この宴はわしからのささやかな褒美である。ま、打ち上げ放題を作ったのはそなただがな。おっと、そういえば指導がデジロの上で寂しそうにしておったぞ。あれはかまってちゃんのスレッツ中に違いない。そなたが言って声をかけてやれ。そういう可愛いもの？結構な喧嘩をしたはずやけど。え、なに？打ち上げる？打ち上げる？早く。おー、いいね、いいね。いいね、いいね。じゃ、指導、そんなところで一人で拗ねてないで。あんなこと、あいつに言うつもりじゃ。くそ、俺はどうしてこんな。どうにも妙だぜ。俺の中で何かが。ん？なんだよ、アイナ。いつからそこにいやがった？今かな。ミナデインホ、大した威力だったぜ。俺の力なんてもうなくても良さそうだ。んなことはないよ。お前が物を作り、俺が魔物を倒す。この役割分担ももう終わりだな。俺たちの関係も島に戻るまでだ。島には一緒に戻ってくるんやね。方法のジジイがお前のことを探してやがった。さっさと行けよ。仲直りしようよ。ふん、お前とは絶交したんだ。俺たちの関係も島に戻るまでだぜ。絶交やって絶交、子供か。打ち上げないの、花火。お、お、お。よきー。よきよきー。
じゃあもっと打ち上げて、もっと打ち上げて。ふぅ、いいっすね。いいっすね。どっから登ればいいんやっけ、向こう側か。なんか置いた。なんか置いたわ。よし。この辺に登る、あ、ここか、ここか。はい、登っていきましょう。あれ？え、ここ穴開いとるやん。ちょっと登れんくね？あ、登れたわ。ポッポ。あいな、勝利をつかんだというのになんじゃ、世の不幸を一心に受け負った、受けたような顔をしよって。さあさあ、ついに勝利を祝い、花火を打ち上げる時じゃ。そなたが作った打ち上げ砲弾に出番じゃろ？なに？そんなものいつ作ったか覚えていないじゃと？覚えてるよ。ずいぶん前に作ってもらったではないか。敵に勝利したら使おうと言ってな。さあ、打ち上げ放題でこの花火を打ち上げるがよい。おお、発射玉を10個手に入れた。ありがとう。アネッサがお主と話をしたがっておった。好きなだけ花火を打ったら言ってやってくれ。なになになに？新たなレシピ？このタイミングで？発射、あ、作れるようになったんや。夜は彩る花火の詰まった玉、打ち上げ術に使う色を変えられる。ね、私が入れれるところがない。入れていい？入れるよ、発射玉。へっ、ほっ、いけー。おー、すごいすごいすごい、いいねいいね。打ち上げを詰め込んで打ち上げ。色はそれぞれの台で今のところ決まったのかな。私が落とされたのはオレンジっていうこと。んで、アネッサはどこにおる。あ、おったおった。めっちゃはしゃいどるやん。めちゃくちゃはしゃぐやん。アイナ、花火は楽しめているか。ホホ様によれば花火はこれからが本番らしい。これから大花火が上がるそうだ。おお、どうだアイナ、大花火を見物する準備はいいか？オッケー。そうか、わかった。では、ホホ様に打ち上げを始めてもらうとしよう。見たい、見たい、大花火。アイナ、やはり私が今気にかかっているのは君と指導のことだ。あの指導が本当に君を嫌いになったとは思えない。きっと引っ込みがつかないだけだろう。大丈夫だとは思うが、どうか早く仲直りしてくれ。まあね、そうしたいよ、私も。おっと、そろそろ大花火が始まるようだな。お？アイナ、今は全てを忘れて楽しむとしよう。おー、いいね、いいね、いいね、綺麗。あー、なんて美しい。めっちゃいいやん。平和が、平和が戻ったのですね。素晴らしい。さっきの子供たちも見よるかな。どこから湧いて出たかわからん子供たち。私あの踊りめっちゃ好きなんやけど、わかる。その夜、ムーンブルクの人々は美しい花火を楽しみ、平和をかみしめた。人々は笑顔で夜空を見上げ、本格的な国の復興に決意を固めていたが、アイラと指導だけはどこかうつむきがちだった。やっぱり関係は壊れたままですか。そして夜が明けた。アイナ、昨日はいい夜だったな。未だに興奮が冷めやらぬ。でももう戦わんでいいもんね。ところでアイナ、幻の世界とは一体何のことだ。ロンダルキアで君とリックが話していたこと、やはり気になってしまってな。いや、すまない。やはり今はやめておこう。せっかくの勝利に水を差しかねないな。ここに来るまで多くのものを失ったが、君とあの花火を見られて私は幸せだ。改めてにはなるが、この地に平和が戻ったのは君のおかげだ。ありがとう、アイナ。君に感謝する。いえいえ、ああ、なんか敬礼してくれよる、ありがとう。アイナ、そういえばすっかり忘れていたのだが、君はこの地に自分の島の仲間探しに来たんだろ？ああ、そんなこともありましたね。確か島を襲う教団を倒したいとか。実はな、アイナ、君のものづくりに感動して、共に島に行きたいという人々がいるようでな。この地の民を連れて行けば、共に開拓する仲間にもなるし、彼らの戦闘の経験は君の助けになるだろう。
確かにこの島の人たち来てくれたらだいぶ強いんじゃないかな。あとは城に残るギラタイル、大弓などの兵器だが、平圧のとこの地には不要なものだ。一度全て壊して手に入れ直し、君の空っぽ島に運ぶといい。了解。さあ、アイナ、城にある全ての兵器を回収しつつ、君を持つ城の皆と話をしてくるんだ。うんうん。てかさ、アネッサは？アネッサは一緒に来ないんすか？王様来る？マジで？この国の王様来ちゃう？アイナ、よくぞ教団を倒してくれた。よくぞ戦いの宿命から解き放ってくれたの。お主と会った時、わしは戦争しかしたことがない老人から生きがいを奪うなと申したな。あれは間違いであった。争いのない朝がこんなに尊く美しいとは、わしは今の世まで知らなかったぞ。そう、人はいくつになっても知らぬことがある。年はとっても日々発見があるのじゃ。というわけで、わしはお主の島に行くことにした。この老人に新しい世界を見せてくれ。老後を過ごすわけですね。OK。 よくぞ申したアイナ、お主はわしのかけがえのない戦友じゃ。では共にお主の島に行こう。わしもまだまだバリバリと物を作るぞ。王様も？アユナよ、そなたには感謝しておる。よくぞこの地に平和をもたらしてくれた。ムーンブルクの王として大した褒美をやれるのは残念だが、代わりにこの地の人材をそなたに預けたい。ああ、本人は来ないのね。もうなんと、ムーンブルクの王たるわしに一緒に来いと申すか。よくぞ申したアユナ、そなたはどこまでもまっすぐだな。しかしわしはムーンブルクの王、この地を離れるわけにはいかん。アユナ、そなたに話したこと覚えておろう。わしらがおるこの世界のことだ。わしはムーンブルクの王として世界の行く末を見届けねばならん。そしてそなたのものづくりがこの世界にこれから何をもたらすか、わしは楽しみにしておるぞ。この地まで私のことが届くのだろうか。あ、もうすでについてきようんやね。なるほどなるほどなるほど。ちょ、さっきマークのついとった。あ、ほっほほほほほほほ。どうじゃったアユナ、わしの考案した花火は楽しめたか？うんうん、楽しかったよ。人間は争いや憎しみを作り出す。しかしあんなにも美しいものも作ることができるのじゃ。ほほほほ。なんてな、ちょっと締めにふさわしそうなことを言ってみただけじゃ。お主が帰ると聞けば、我が孫ミトは必ずどうしたために行きたがるじゃろう。マジでこの地に降りたがると思ったけど。アユナよ、どうかミトのことをよろしく頼むぞ。え、おじいちゃん来ないんすか？いや、やはり待ってくれ。わしは可愛い孫娘と離れるのは嫌じゃ。そしてお主ともな。アユナよ、ミトと共にわしもお主の島の仲間になろう。どうか空っぽ島に連れて行ってくれ。いいけど、ミトちゃんは私、ねえ、本人から聞いてないけど。よく言ってくれた。お主の島での新しいものづくり、楽しみにしておるぞ。めっちゃ舞い上がっとるやん。おー、アイナさん、あなたの勝利をここに称えましょう。僕は最初から信じていましたよ。ああ、この勝利を僕はいつまでも歌っていたい。故郷であるムーンブルクの地で。そっちには行かんぞって言ってるんよね。なんて、それは冗談です。マジで来るの？うん、僕は確信しています。歌は心を潤すみんなの癒し。あなたの島にもこの美声が必要だと。ルルルー、さあ遠慮はいりません。あなたの島に僕をお連れください。いや、いいけどさ、下手くそって言われんからんかった前に。そうこなくては。では僕のこの美声をあなたの空っぽ島に轟かせましょう。なんならあなたの島に専用の音楽堂を作ってくれてもいいですよ。音楽堂とは？え、何それ？トモコレみたいな感じ？そういうこと？ちょ、待って、ゼセルに話しかけたかったの私。アイナさん、改めてハーゴン軍を倒してくれて本当にありがとうございました。アイナさんの勇ましいお姿、華麗な皆で陰謀さばき、私、猛烈に感動していました。ところでアイナさん、アイナさんはご自身の空っぽ島にお帰りになるんですよね。私、一緒に島に行きたい。そこでもっともっとアイナさんに感動を与えてもらいたいんです。でも、私は王をお守りするこの衛兵、そんなおがまま許されませんよね。おぉ？ゼセリよ、気にすることはない。そなたもアイナの島に行くがよいぞ。この衛兵はいくらでもおる。それにこの地はすでに平和となったのだ。わしの警護ももういらん。なんかちょっと用済みって言われたみたいで嫌じゃない。ありがとうございます、王様。私、感動しました。では、アイナさん。ぜひ私もあなたの島の仲間として、空っぽ島にお連れください。いいよ、いいよ、別に。やったー！私、アイナさんのお役に立ちます。島を襲う教団だって倒してみせますよ。張り切ってるねー。アイ
イナ様、終わらぬ戦いの地だったムーンブルクに平和をもたらしていただき感謝いたします。ムーンブルクは復活しましたが、まだまだビルダーの力が必要です。ずっとこの地にいていただけるんでしょ。そんなことはちょっとないんだな。もうなんということでしょう。ご自身の空っぽ島に帰ってしまうんですか。あー、イナ様、私はアイナ様とシドウ様のハイタッチに淡い憧れを抱いていたのです。いつか私もあなた様とハイタッチがしたい。別にいつでも。どうか私もあなた様の島にお連れくださいませんか。ずっとあなた様と暮らしたいのです。いいよ別に。でも教会からシスターいなくなっていいんすか。ありがとうございます。これ以上嬉しいことはありませんわ。シドウ様や先にお住みの方々のお邪魔はしません。どうか私を仲間に加えてくださいませね。ってことは教会みたいなものが必要になったりもするのかな、もしかして。あ、もう誰もいないの。アネッサ、降りて、降りろや。降りて、ちょっと。話せないでしょ、そんなとこにいたら。違うのはミトちゃんじゃないのよ。アイナ、みんなに声をかけてくれたのだな。私は幼い頃からものづくりに憧れていた。だからこそビルダーは憧れの存在だ。私はようやくビルダーの一人としてものを作れたが、ものづくりの欲求は収まらない。アイナよ、私も君の島に連れて行ってくれるな。まだまだ共にものを作ろう。いいよ。よかった。必ずそう言ってくれると思っていたぞ。君は私の友であり、死だ。君の島を襲う教団のことも我々に任せてくれ。城の兵器を回収するのも忘れるな。レインバリア、ギラタイル、バギバキューム、キャロトラップ、大弓のトゲ罠も全て持ち帰るんだ。さあ、準備ができたら船着き場に向かうとしよう。みんなでアイナの空っぽ島に行くんだ。共に島を開拓するぞ。おー、シドウは一体どこへ行った。このメンバーが一緒に行くんか。ってことはとりあえずこの島からは6人が一緒に帰ることになるわけだね。ね、シドウどこ行ったよ。シドウおらんくね。まあこの島もだいぶ平和になりましたね。とりあえずハートだけ集めていきますかね。42。あ、もしかして、あ、シドウおりやん。めっちゃ無言。え、悲しい。え、超絶悲しいんだけど。とりあえず船着き場行きますかね。行きます。へい、来たよ。うはー、皆さん、ひょっとするとこの方々が新しいお仲間でやすか。たくましそうな方々でやすね。これなら心強いでやす。最初は物騒の場所って聞いてやしたんで安心したでやすよ。そういえばこの島で初めて会ったのがリックか。なんか感慨深いね。それにしても時折ものすごい音が響いてやしたが何があったんで。それにやっぱりここは足の知るムーンブルクとはまるっきり違ってるような。あ、船長もそうなんやね。わっはっはっは。おお、来た来た王様。ついに行くのだな、アイナ。せめてわしらに見送りをさせてくれ。行ってきます。アイナよ、その他には何度でも礼を言わねばならん。この地に平和をもたらしてくれて、ムーンブルクを復活させてくれてありがとう。そしてこれからはどうかアネッサや皆のことよろしく頼むぞ。この島の民は皆わしの子供のようなものだ。くれぐれもその他が守ってやってくれ。私がしてしどうよ。そなたいつまでむくれておるのだ。確かにそなたを牢に入れたのは悪かった。それはこの通り、何度でも謝ろう。見よ、アイナの浮かぬ顔を。そなたがいつまでもそのようでも、アイナも。うるさい、黙れ。王に向かって黙れとは、指導、口が過ぎようぞ。王か。王だったら神の方が偉いだろう。指導様？まあまあ皆さん、せっかくの体なんですよ。もうこのくらいにしておきましょう。アイナ、指導のことは私も責任を感じている。しかし今はそっとしておくしかないだろう。さあ、行こうアイナ。君の島で新たなものづくりが待っている。では皆の者、アイナの島でも達者で暮らすのだぞ。そしてまたいつか、このムーンブルクの地に遊びに来るがよい。我らはいつまでも、そなたたちを待っておる。さあさあ、船に乗るでやす。すぐに船を出しやすよ。船長は一体いつも何しようやろうね。ここでずっと立ったまんま寂しくね。みんながいろいろしよる間ね、待ちねぐらいおればいいのに。行ってきます。
かくしてムーンブルクでの冒険は終わりを告げた。アイラとシドは新たな仲間と共にルルたちの待つ空っぽ島へと帰っていった。シドは船の上でもずっと黙ったまま一人海の向こうを見つめていた。お、なんかだいぶ暗いな。ただいま空っぽ島。保管用の袋の持ち物を受け取った。あいな、シド。そっちかい。どうも、お久しぶりみんな。ようやく帰ってきたのね。ルル待ってたんだから。この人たちがルル王国で一緒に戦ってくれる仲間なのね。なんだかじじむさいけど。いや、じじいは二人しかいないよ、大丈夫。で、あゆな、どうしたのよ、そのムスッとした顔は。いつものニコニコ顔はどこにいたの？俺はもう知らない。あとはお前たちで勝手にやれ。なぜこの島までは一緒に来た？シド。ははーん、あなたたち喧嘩でもしたんでしょう。まったく奥様なんだから、どうせくだらない理由でしょ。早く仲直りしなさいよね。この方たちがムーンブルクから仲間なんだな。では我が輩が主としてこの島の心得を。皆さん歓迎するわ。私たちと一緒にアイラのこの島を盛り上げていきましょうね。全然話聞いてないみんな。私たちも皆さんのものづくりをお手伝いしたいですが、でしゃばるのも良くないので、手伝いが必要なら遠慮しないですぐに呼んでね。ではアイナ、まずは噂の白ジードのところに挨拶に行こう。何みんな、いつもさ、白ジーの話をなんかしよるけど、どこで誰が噂をしてるのよ。噂の白ジードの。さあ、久しぶり、白ジー。フォッフォッフォ。よく戻ったの、アユナ。その者たちが新しい仲。何？何？フォー、なんなのじゃ、そのたくましい娘さんは。強そうで、頼れそうで、クールな表情で。アネッサ？何？ムーンブルクの王からこの世界が偽りだと聞いた？バカを申すな。世界が偽りとは、どういうことじゃ？それは何の動揺？知っとるってこと？そんなはずがなかろう。皆を不安にさせるようなことを言うでない。知っとるな、これは。なんじゃ、このジジイは。あたふたと取り乱しおって、頼りがいがなさそうじゃの。とにかく、白ジー殿。私たちも今日からこの島の住人になります。どうかよろしくお願いしたい。おお、きっちりしとるね、みんな。もちろん歓迎するぞい。堅物そうなところがわし好みじゃ。白ジーはアネッサみたいなのがタイプなんやね。意外。私たちがここに来たのは、島を襲う教団を追い払うためでもあります。まずは何をすべきでしょうか。それは今は心配ないわ。アイナがいなかったからか、最近はモモもあんまり攻めてこないの。まずは、お主たちが腰を追いつけられる家でも作ったらどうじゃ？それには及びません。こんなに広い土地があるのです。私はビルダーとして、もっと壮大なものを作りたい。アイナ、私はようやく子供時代から憧れていてビルダーになれた。しかしまだ、塔の一部しか作っていない。私は一刻も早く、自分のビルダーとしての力で、ものを作りたいんだ。おうおう、この娘さんもものを作る気満々じゃな。わしは嬉しいぞい。ここから北に行くと、お前さんたちにふさわしい場所がある。そこにある石板を調べてみるのじゃ。また新しいところか。その地が最後の開拓地となる、青の開拓地だ。心して向かうがよい。シドは一体どこに行ったんやろ。ね、なんかめっちゃ、よくわからんけど。よいしょー。ほら、あっこやろ。行けるー。なんかだいぶあれやね。土の色がはっきりした場所やね、ここ。はい、着いたぜ、着いたぜ。新たな地。青の開拓地？アイナは青の石板を調べた。どう？何か思いつきそう？そうね。ムーンブルクにはお城はあった？ルル王国にもそろそろお城が欲しいわ。その名もルルキャッスルよ。ムーンブルクのお城よりも断然すごいお城を作ってよね。それはちょっと無理かな。あれめっちゃ広かったし。あとはせっかく雪のある場所だし、白くて綺麗な雪原があるとお城がぐっと素敵になるんじゃない。あれ雪か。なるほどね。寒い地域なんやね。前回ちょっと寒くっぽかったけど。ふん、城もいいが、島に攻めてきているという教団を倒すために防衛設備も作らにもならないぞ。ほほほ、しっかりしとるね、アネッサ。
どうじゃないな。お主ならこの地に何を作るべきか考えつくのではないか。なんと、真っ白の雪原に立つ巨大な建造物が浮かんだ。お城？お城なんすか？マジかー。開拓レシピ、ビルダー城を作ろう。雪原を作ろう。魔物を倒す罠を作ろう。雪原って作れるんや。おお、雪原に罠にしろか。これは我々の経験が生かせる素晴らしいもの作りだな。この辺りをわしらの居住地にさせてもらおう。ここに一から町を作っていくのじゃ。それぞれの人たちが来た島にあっとる、こういう何土地になっとるってことやね。まったく、あなたたちも随分物を作りたがるわね。すっかりアイナに影響されちゃって。それはそうですよ。アイナさんが作った城やミナデイン法、私強烈に感動したんですから。ふーん、ルルがいない間にまた成長したってわけね。その姿ルルにも見せてもらわなくっちゃ。カッカッカ、アイナよ。この空っぽ島で使うためにわしらがかき集めてきた素材。お、ありがとう。この収納箱に入れておくぞ。ほほほ、わしらが選び抜いた石材、大理石などなど、この地らにものづくりに生かしていこう。僕が雪の中で拾った小汚い鏡もついでに入れておきました。よかったら使ってください。小汚い鏡いらねえわ。ラーの鏡じゃないよね。みんな気が利くじゃない。まとめてルル王国の国民にしてあげる。さあ、みんなで大きなお城と綺麗な雪原、それと魔物を倒す怖い罠を作っていきましょう。おお。開拓スタートー。開拓レシピ、こだわり島の住人を増やそう達成。ほほほ、開拓レシピを達成したようじゃな。よくやったのはええな。ほう、見るがよい。お主から小さなメダルが生まれるぞい。きたー。小さなメダルを手に入れた。開拓レシピをあと1個達成したらリフォーム固定を強化してやるぞい。ではさらばじゃ。さっき言った鏡ってラーの鏡なんかな。ラーの鏡やん。ほら、確実に小汚い鏡とか言わんといてくれる。失礼な。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。まあ、またなんかね、前のピラミッドみたいに壮大なものを作らんといかんっぽいね。頑張ろう。